吉さん、今回は腰ですねまあ腹をくくるの次はやっぱり腰でしょう腹腰表と裏なんですけどもこれ面白いことにね意味も表と裏なんですよいいですかね腹をくくるってのはどういう意味かっていうとこれ調べてみるとどんな結果になってもたじろがないように意を決するとで覚悟を決める腹を据えるっていう意味なんですよねまさに腹に力を入れてよし来いと 勝負すする姿勢が伺えますそれに対して腰を折るっていうのはどういうことかっていうと今回のテーマは腰ですけどね腰口を挟んで相手の話を途中で遮ること、ね、これを腰を折ると言いますよねまあ似たような言葉で出花をくくじってのがありますすよね鼻です実はね出鼻をくじく「よしいくぞ!」ってスタートした時に鼻をゴツンとぶつけたら「イでででって感じで。 出花をくじかれる。まさにね、やる気を失っちゃうってことになります。繊維喪失状態です。えー、最初のところで邪魔が入ったり、中断を余儀なくされる、意、え、気、ー、承知にすること、繊維喪失することというふうに意味がありますけども、腹をくくるってのはね、主に、これで最後になっても後悔しないぜというふうにね、ま,あ、まさに命をかけて挑む、まあ、そんな気持ちを表してるんですけども、実際に命をかけないといけない場面って、人生にそう何度もあるもんじゃありません。 特にビジネスごときで命をかけていたら、れはね、いくらあってもね、身が持たないですよね。だからこれは本当にビジネス失敗したら死んでやるぜって意味ではないんですけども、ただね、厳密に言うと、ビジネスの失敗は収入が得れずに飢え死にってことになりますんで、その恐怖を感じているのか、そして腹をくくって、うん、その困難を乗り越えた時に生き延びることができる。 他の会社は潰れてもうちの会社は潰れないというねまさに生き延びることができるっていうところにかかってるんですよそうなんですよ事業っていうのはね死ぬことがあるんですよ人間としての死ではありませんこういう言葉があります会社は潰れても潰れた会社の人は潰れないんですよ会社っていうのは言ってみれば人が潰れなくてもいいよ死ななくてもいいように代わりに死んでくれる法人格人格を持った架空の人間ということなんですよねまあですんでね 私はなるべく法人を持って事業をすることをお勧めするんですが、ただ法人を持たなくても個人事業主という形で同じようなことをすることもできます。もちろん責任の範囲がちょっと変わってきますので、えー、個人にも責任が及ぶ知名度になることも練り得ますので、まあ、その辺慎重に考えていただきたいかなと思います。いろいろね、こうやってびっくりするようなことを言うと、まさに話の個性を折るというかね、出花をくじくことになると思います。いや、ビジネスってそんな簡単じゃないですよ、と。 腹をくくんないといけないですよって言った瞬間にビビった人は話の腰が折れてしまうんですよねつまりえそんなに大変なのなんか怖そうだなやめとこうかなやっぱり社員でいいやってなっちゃうんですよ、ね、だから会社作ったらいいじゃない事業自分でやったらいいじゃないって言ってもいやいやいやってなっちゃうんですよねまさに出花をくじかれる進めたこっちが出花をくじかれますよだって今の会社の収入とか待遇では不満なわけでしょ だったら別の方法がこうありますよと実際私もそれをやっても10年以上になりますよと言ってもいやいやいやって感じでこっちが話のこ腰、ね、折られちゃいますよ。でまたね情報コンテンツなどを販売提供してもその情報コンテンツを十分やり込まないことによってあせっかく心込めて作ったのに成婚ルートを示したのにこの人やってみてダメなんじゃなくてやらずにダメなんだみたいなことになるとやっぱり中にはね 情報販売することを気が引けちゃう人もいると思うんですよまあ、ですので優秀なビジネスマンもそこでまさに出花をくじかれるということになりますまあ、私は吉谷さんというのは売れなければ別の方法で売る売って買った人がうまくいかなければ徹底的なサポートをして一人でも多くの人を成功に導きたいという気持ちはずっと持ち続けるということで毎日放送しているわけですよね あの前もお話したと思いますけども、私から返信が来ないってことはありえないと思いますし、吉田さんが返信を送れるってことも、まあないんですよ。うん、まあ、このね、億万長者合宿のやり取りすれば、私もわかりますけども、一番後回しにしてもいいはずの、この動画のやり取りも、コンスタントに送られてくるわけですよね。ということは、この動画のやり取りよりも、重要な、他の熟成さんや見込みの方のね、返信が送れるわけがないんですよ。それは私も同じ気持ちです。 やっぱりね、ドリームアカデミアか即果塾かっていうふうに、えー、単純に比較はできませんけども、まあ、どっかでね、そういう思いはあります。ドリア化は高いから。だから、即果塾で試そうかな。それでもいいと思います。あの、結局ね、教えてる内容はね、どっちも一緒なんですよ。なんで一緒かっていうと、結局、やりましょうって言ってることだけなんですよ。で、やりましょうの内容を、ドリームアカデミアにたくさんあったり、即果塾にたくさんあったりっていうのはありますけども、でもね、多くの人はね、 その案件ができるかどうかとかアフィリエイトができるかどうか転売できるかどうか FX できるかどうかじゃなくてその前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 の段階でそれを腹をくくってやることができるか腰を折らずにできるかってことなんですよ。うん、まあ腰を折るって言えばね農業にちょっと例えることもあるんですよビジネスを。ビジネスを農業に例えると多くの人が腰を折ってね本当に大変な体制で種を植えるってことがあります。 でもこの種を植えるために何をすればいいかっていうと、やっぱり今までの人生で種を植えてきた人ってのは、たくさんの人間関係を大切にして、そしてコミュニケーションを鍛えてきましたよね。読み書き話す聞く。このコミュニケーションがしっかりとできてる人ってのはまさに種をまくことが成功してるんですよ。だからビジネスというツールとか YouTube というツールとかブログというツール、インターネットの発信のツールを手に入れると、巻いた種が花開く可能性が高いんですよ。でも種を巻いてこなかった人。 人間関係を大切にしちゃこなかったし、コミュニケーションスキルも鍛えてこなかった方ってのは、最初は結構苦労すると思います。種がないからなんですよ。うん。だから、例えば、ブログを始めた時に、書くことによってすごく苦労するんですよね。今までこんなに真剣に人に物を伝えようと思って書いたことがないよ。つまり、種を巻いてこなかったんで、今から巻くことになるんですよ。それでも私は思います。今から巻いた方がいいと。うん、結局、どこかで巻かなければ、数年後、十数年後、 刈り取ることがが収穫でできないんですよ、ね、小麦でも米でもまずけけをしなければ絶対に生えてきませんよ自然にどっかからね胞子が飛んできて生えてくるそれはでもどんな植物なのか分かんないじゃないですか怖いですよ食べたら食中毒になるかもしれませんし不快の毒がかもしれませんからね、うん、そう考えたらやっぱりね腰を折ることなく、うん、もしくは農業で食べれば腰をしっかり折ってね 種を植えなければなりません。ちょっと意味が変わってきますけども、今日のテーマってのはね話しますと話を戻しますと、あの腰が折れるってことなんですよね。これは必ずしも腰を折って低く耐性を保って種を植えましょうってことではありません。え今回お伝えしたいことはやっぱりねせっかくの腹をくくった意識に対していちいちね腰が折れるなってことなんですよ。う日れるなってことなんですよ。覚悟したんだろうとどこが腹くくってんだって話ですよね。 れてないわけですよそれこそ吉田松陰の話が出てきましたあの人は確か30前にお亡くなりになったと思いますけども、うん、切腹解釈の場面でね首をこれから落とされた時に、うん、やれと一言言うわけですよさすがにね解釈係首を切る方もそんなに気持ちよくないですからね、うん、それにビビられてもすこまれても切る方はやっぱり心震えますよ人、うん、一人の命をここで終わらせてしまうわけで,ですから ななんとなく従しねしかも憎くて仕方ない相手ならまだしも大体こう解釈役ってのは解釈っていう仕事をするわけですから切られる首の持ち主が憎いわけでも何でもないわけですよそんな人に対してね刀を振り下ろすってのはやっぱなかなかねできることじゃないですよしかも結構な達人でなければ一刀両なのに首を落とすってことはできないですよね大体ここでガスッと止まってしまって人間は首を切られても生きてる状態でもだえるわけなんですよ やっぱりね、刀ガンってやって動かなくなって、それこそ足で背中をね、こう踏んづけて引っこ抜かないといけないんで、なかなかね、腹がくくれてないと、腹切りがかり、首切りがかりもできませんね。そういう意味で言うとね、吉田松陰が、やれと、凄んだ、そんなエピソードがありますけども、聞いてね、切る方もいつもビビってますからね。だから吉田松陰先生の最後の、あの、 まあ勇気伝説を世に残そうと思ったらそういうエピソードになるのかなと思いますけどももともと首を切る方は腹がくれてないんですよつまりビジネスで金を稼ごうと思う人は言うほどに腹がくれてないんですよお金でいただくときにねつまり首を切るときにかなりビビっちゃってるんですよだから販売力ここにかかってくるわけですよねこれ30万ですよっていうふうに言えない30万もらった責任が取れるかどうかわかんない 腹ががててないし、腰が引けてるんですよね。そう、まさに腰が引けてる状態です。だからチャンスがあります。だってそこまで大したことやらなくてもね、ライバルは勝手に潰れていくんですよ。商品を作りましょう。やらない人ばっかり。集客しましょう。続かない人ばっかり。販売しましょう。気が引ける人ばっかり。こんなんでどうやってね、ビジネスするんでしょうか。それこそ、 どっかの会社にサラリーマンとして勤めて言われたことしかしてない。自分で判断してないから責任取らなくていい。こんな立場でもらえる少しのわずかなお金で人生はどういうふうに構築していけるんでしょうかって話ですよね。腹をくれてないお金。まさに着物座ってないお金の使い方になるんじゃないかなと思いますよね。うんまあ、今回はね、腰といったーマでお話し,しました。腰ですよ。腹ときたら腰。うん。まあどうですかね。 他の皆さんんだったたらどんなテーマでで話したですかね原というテーマで来た後うん、それが問題かなと思います。よろしかったらコメント欄で教えてください。それでは失礼します。